せいぜいやりやり。これは遅かったか。あら、何しに来たの？しつこいわね。花畑がこんなにひどい。グローシェ、大変大変にゃ。今度はハタゴが復活しかけてるにゃ。何ですって？クロア、どうやらあなたの存在が私の心のどれかの人格に希望を持たせてしまっているみたい。え？体を持たないほどに微弱になった存在がこんなことできるわけないはずなんだけど、他に考えようがないもの。そうだ、いいこと考えたわ。あなたは私たちクローシェにとっての希望。そんなあなたを殺してみたらどうなるかしら。何を言っているんだ。この世界で永遠の罠にはめるってのもいいわね。ダイブし終わった後にあなただけ起きてこない状態になるから。きっと現実世界のクローシェ取り乱すでしょうね。一体どうなっちゃうのかしら。考えただけでもゾクゾクしてこない？全然しませんよ。こんなところをクローシェが見ただけでも十分取り乱しそうね。まずい、
このまま一時撤退した方が良さそうだ。逃がさないわよ、クレセントプリズム。はいにゃー。これで逃げられないにゃさて、どんな風に料理したらクローシェが一番嘆き悲しむかしら。やめろ、こんなことしてどんないいことがある。いいこと？そう、いいことがあるかどうかは謎ね。でも人間いいことだけを選択するとは限らない。時には何らかの理由であえて悪いことを選択する時もある。あえて悪いこと。どういう時かわかる？それは希望の道が全て断たれてしまった時。破滅願望自体は多かれ少なかれ誰でも持っている願望よ。でも今の私ほど大きな破滅願望を持っている人は稀じゃないかしら。人は自分と世界の幸せを相対的な距離で常に測っているわ。そして世界に比べあまりに自分が不幸と感じると世界の方を自分のレベルまで低下させようとする力が働くの。だって私一人だけが苦悩するのってなんか不公平じゃない？だからみんな一緒に苦悩すればいい。そうすれば辛いのは私一人じゃないと思えるもの。ものすごく気が楽になるわ。あなたもそういう時ってない？まあいいわ、質問大会はそろそろ終わりにしていいかしら。そろそろあなたにいろんなことしたいのよ。くそ、こんな時どうしたらいいんだ。そうだ、アリスにもらったリセットボタン、これを使えば何か道が開けるかもしれない。そのボタンは、それはダメ！クレセントプリズム！そのボタンを押したら承知しないわよ。もうのんびりしている場合じゃないわね。今すぐ消し飛ばしてあげるわ。でかい。あなたなんて消えてしまえばいいのよ。あなただってルカだってみんなもこの世界も全部あなたたちがいるから私が変に希望を持ってしまうのよ。あなたさえいなければ私は簡単に絶望のどん底に落ちることができる。消えろ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 、みんな消えろ。イーヴェル、お前もう逃げたんじゃ。勘違いしないでよ。私はただ自分の知的好奇心を満たすために戻ってきただけなんだから。これだけ謎を残したままクローシェのコスモスフィアから撤退するなんてなんだかすっごい負けた気分なのよ。インフェル、まさか戻ってくるとね。あなた別に私が生み出したものじゃないでしょ。うるさいわね、さっきから言ってるでしょ。私は自分の知的好奇心と心の充足を得るためにここに戻ってきたのよ。私はあなたのコスモスフィアの理不尽な謎を全て解くまではここから退却はしないわ。それはどんな謎かしら。一つ、第三階層陥没の謎。二つ、第六階層においてクローシェ自身が消滅したにもかかわらず世界が消滅しなかった謎。三つ、クローシェ自身が消滅したにもかかわらずあなたが今ここにいることの謎。三つ目はどういう意味かしら。本来どの階層においても自己の人格否定が行われた場合全ての階層においてその影響が均一に発生するわ。すなわち理論上はあなたもこんなところには立っていられないということよ。面白い話ね。詳しく説明してもらいたいものだわ。いいわよ、
私の考える2つの過程を教えてあげる。1つ目、すべての人格の消滅はあなたが作為的にそう見せかけているだけで、実際には消滅していない。2つ目、この世界にクローシェを維持する何者かが存在する。そしてすべてのクローシェは消され、あなただけがそのものに選ばれて、そして生かされている。面白い結論ね。どうやって証明してみせるのかしら。あんたの化けの皮を剥がす。ちょっと待て、イーヴィル。油断していたわね。倒せるものなら倒してみなさい。何を？もう一発ぶっ放してやるわ。逃げられた。あともう少しだったのに。イーヴィル。何よ。ありがとう、助けてくれて。別にあなたのことが好きだから助けたわけじゃないわよ。これから駒として利用してやるんだから。いや、俺はそんなことは言ってないぞ。うるさいわね。あなたがうぬぼれ屋だから先手を打って釘を刺しただけよ。そうか、お気遣いありがとう。それはそうと、これからどうするんだ。アリス、アリスはどこ行ったの。アリスはこの階層に来てから俺も一度も会ってないんだ。今この世界が首の皮一枚でつながっている理由はアリスにある可能性が高いわ。さっきは戦略上濁したけど、あの悪魔の姿のクローシェが他の人格を制御できるはずがない。アリスはクローシェであって、かつクローシェの一人格ではない存在なのよ。アリスがボスということか。考えられない。世の中、嘘のようなところに真実が隠されているものよ。とにかく、今その鍵はあの悪魔のクローシェの中にあると言ってもいいわ。生かされているにしても何にしても、彼女だけが全ての人格の特例となっていることは確か。仮定するに、アリスもしくは誰かが彼女を生かしているのは、彼女でなければならない理由が存在するはず。なるほど。その理由が何なのかを突き止めれば、解決の糸口になるかもしれないわ。さすがだな。それでやってみるか。ね、どうしたらいい。そうね、そうだわ。あなた、鉄の爪を装備して戦いなさい。なんでそんなことを。これが本当のアイアンクロー。あ、なんて。何よ。こんな時に寒いギャグ言ってる場合じゃないだろう。しかも失敗してるし。うるさいわね。こんな時だからこそ場を和ませようとしてるんじゃないの。へいへい。本当のところ言うと、対応策は不明。当たって砕けるしかないわ。あ？私が歌魔法ジオメトリカで彼女の気を引いている間に、あなたが何とかするのよ。はい、作戦会議は終了。え、ちょっと待って。それじゃどうしたらいいか全然わからないって。むちゃくちゃ。本当に贅沢な男。いいわ、一つだけヒントをあげる。あんたね、クールすぎるのよ。もっと自分の思いとかを包み隠さずぶつけてみたら。もうカッコつけてパラダイムシフトできるような階層は終わったのよ。わかった。さあ急ぐわよ。結局むちゃくちゃだ。よかったわね。というか、まだこの世界にいたの？もう現実世界に帰ったら？いや、俺は帰らない。
俺はクローシェ様をこの世界を元通りに戻すまでは諦めない。あら、それじゃ一生元に戻れないわね。あなたこそ覚悟しなさい。あなただけが残っている理由、必ず突き止めてやるんだから。相変わらずうるさいマセガキね。お子様はおとなしくお家に帰りなさいよ。私にとって今のうちはここよ。自分のうちを正常化することの何が悪いのよ。いいんだよ、勝手に人の心の中に居候しないでくれる。先手必勝、クロア行くよ。え、いやあ、危なかったにゃ。しまった、阻まれたか。そう簡単には勝たせてもらえなそうだな。当たり前でしょ、ここは第7階層よ。あまり甘い考えだと本当にうっかり殺しちゃうかもしれないわよ。うっかりも何も、さっき本当に殺そうとしたじゃないか。ああ、そうだったかしら。それはうっかりしていたわね。クロア、私がクレセントプリズマを何とかするから、その間に悪魔クローシェを何とかしなさい。わかった。それじゃ行くわよ。へい、もっ、何度やっても無駄よ。何、まさか。今だ。話しなさい。何するのよ。話すものですか。俺はクローシェ様を、この世界を必ず元に戻します。必ず最後まで守り抜くと決めましたから。クロアなんて消えちゃえ。私は一人でいいの。どうしてですか。不幸に勝る不幸はないからよ。一番不幸なところにいればそれ以上の不幸は訪れない。幸せはいつか不幸に変わるものなのよ。だから幸せなんていらない。みんな私を利用してるだけ。あなたもそう。私のことを本気で思ってくれる人なんてこの世界にはいないのよ。いい加減にしろ。確かにクローシェ様にとってみたら、俺なんて全然望む幸せを与えられていないかもしれない。だけど俺はクローシェ様と幸せを築くために毎日精一杯自分にできることをしています。クローシェ様の幸せを毎日願っています。そんな綺麗事言ったって信じられるものですか。わかりました。信じられないのならそれでも構いません。それが今のクローシェ様の正直な気持ちなんですから。ならばそこから始めます。そしていつか必ずクローシェ様に信じてもらえる自分になれるよう頑張ります。それまでそばにいさせてほしい。そばにいる限りは可能性があります。でもここで諦めたら全てが終わってしまう。もし信じられなかったら素直にそう言ってくれればいいです。裏切られたと思ったらどんな仕打ちをしてもらっても構いません。全部受け入れます。だってそれがクローシェ様の本当の気持ちなのだから。そしてどうすればクローシェ様の味方になれるのか、どうすれば一緒に幸せになれるのか。嘘よ、そんなの嘘。どうしてそこまで断言できるのよ。クローシェ様と離れたくないからです。どんなに辛いことがあっても苦しいことがあってもそれでもクローシェ様といたいからです。クローシェ様がいなくなったら俺が辛いからこうしてるんです。俺が嫌なんです。だからこうしてクローシェ様に思いを伝えているんです。今は分かり合えないことがいっぱいあるかもしれない。信じられないこともたくさんあるかもしれない。でも少しずつ一つずつ分かり合っていけばいいじゃないですか。時間はかかりますが着実に前へ進めます。ゆっくりでもお互いを分かり合っていけば味方になっていけます。俺はクローシェ様とそんな関係になりたい。一緒にいろんな問題を解決して一緒に喜びを分かち合えるようになりたい。それでもダメですか。
それでも俺をそばにいさせてくれませんか。だって怖いんだもん。クローシェ様、もしクローがいなくなっちゃったら私生きていけなくなっちゃうかもしれないもん。クロアのことが好きで好きで好きすぎて、もうクロアを失うのが怖くなっちゃうかもしれないもん。ずっと一緒にいたい、永遠にクロアと一緒にいたい。でもそんなことできるわけない。だったら最初から幸せなんていらない。どうせ後に不幸が待ってるなら最初から不幸の方がいいんだもん。クローシェ様、すみませんでした。クローシェ様がそこまで俺のことを思ってくれていたのに。キス確かに一寸先は闇です。俺も明日どころかこの後すぐのことすらクローシェ様に約束はできません。でもこの約束はできます。何？俺は今までずっとクローシェ様と幸せにやってこられるように毎日頑張ってきました。結果はどうであれ毎日頑張ってきました。そしてこれからも毎日そうしていきたいと思ってます。俺に約束できることは毎日毎日俺たちの幸せを育むための努力をすること。一日一日をお互いが幸せになれるように精一杯生きること。でも毎日幸せを育めばずっとずっと幸せは続いていきます。幸せには終わりの日付は設定されていません。毎日幸せを紡ぎ続けていけばずっと続いていきます。俺クローシェ様とずっと幸せを紡ぎ続けていきたいと思っています。クロア、クロア離れたくないよ。ずっとクロアと一緒にいたいよ。クロア大好きよ。もう誰にも渡さない。ずっと抱っこしていたいよ。キスだっていっぱいしたいよ。だってすごい愛してるもん。クローシェ様、悪魔の姿から普通の姿に変わったわ。私行きたい。クロアと一緒に行きたいよ。俺もクローシェ様と生きていきたいです。本当に私を一人にしたりしない？はい、努力します。急に嫌いになったり冷めちゃったりしない？それは分かりません。ですがそうなる前にそうなりそうなことを伝えます。そしたら一緒に解決策を考えられますから。そう、クロア、私クロアのこと大好きよ。俺も好きです、クローシェ様。嬉しい。どうやら行きたいという気持ちが破滅願望を超えたみたいね。よかった。やればできるじゃない。え？こっちの方が超恥ずかしかったわよ。クロア、ありがとう。私とこの世界を助けてくれて。いや、俺は自分の思いに忠実に動いただけです。その思いがクローシェ様に通じたみたいで嬉しいです。さて、それはそうと私はまだ全然納得いってないんだけど。何が？結局破滅願望の悪魔クローシェがいなくなっても何一つ変化がないじゃないの。
そういえばそうだな。あれはパラダイムシフトだ。謎は解決されずともパラダイムシフトは発生するか。でも残念、あのパラダイムシフトには入れません。なぜ？ IPD のコスモスフィアは第7階層がラストなの。そうなのか。そう、本当は第9階層まであるんだけど、 IPD はいろいろな事情で普段は第8階層以降は行き来できないようになってるのよ。だから IPD は第7階層で完了の儀式を行うの。完了の儀式って何なんだ？そんなことも知らないのね。いいわ、式を始める前に教えてあげる。準備ができたら教会に来てちょうだい。